さてではあの次のまたテーマ、はいはい、あの私見てる側として、はいはい、あと法律家として気になってるのが、たまにプロ野球とかで乱闘って起きるじゃないですか。いや起きますね、ちょっと血が騒ぎますねそのまあ乱闘の面白さの反面、法的な問題等ともあるんですけど、はい、まず前提として、そうですね、乱闘は何回もありますよ。当事者もありますし、それは思いっきり殴る側、殴られる側、いや、それはどつかれることもあるし、こっちからも行くから、はい、もうお互い行きますよね。それはやっぱりデッドボールがきっかけになることがほとんどなんですか。どういう、まあ、デッドボールとか、あとはスライディングとか、はい、あとはその当たってないけど際どいとこ行くとか、はい、何回も行ってるとか、はい、もういろんな多種多様の条件で起こりますよね。で、その起きた時に周りの人たちが、はい、乱入するといいますか、加わるは、なんかルールがあったりするんですか。もうやられたらみんな行くぞとか。あれは都市伝説なんですよ、多分、はい、出なかったら罰金とかよく言われるじゃないですか、はい、多分あれは都市伝説やと思うんですよ、うん、でもですよ、乱闘してんのにベンチに座って、おーやれやれおかしいですもんね、まあ、まあチームとしてはちょっと寂しいですね、はい、みんな来いよってなりますよね、はい、あとその乱闘してんのにみんな行ってても 2,3 人行かなかったら、多分そいつらが当事者になった時に誰も行ってくれないと思うんですよ、はい、だからその乱闘もよく見てたら、積極派と、はい、あとはゆっくり派がいるんですよ。やっぱ積極的派はどんどん行くんですけど、あんまり巻き込まれたくないけど、うん、とりあえず行ってますっていう人たちはもう周りで感染です。でも僕はどっちかっていうと積極的派です、はい、積極的派、はい、行きますガンガン。そうですね、ど真ん中に。でそうすると、怪我を受けた、はい、または怪我をさせちゃった経験っていうのはいかがですか。いや怪我したかどうか分かんないですよね、はい、ガンガン行って、だからユニオンとか破れた時ありますよ。あけど、そうですね、はい、それはもうガンガンこうやってガンガンとか行くこと行きますよ。あと膝を。でも破れたら一応器物損壊罪とか。なるんですか。はい、暴行を受けたとか傷害とか、なんか訴えようとか訴えられた経験はないんですか。いや、認識、訴えれるんですか。一応その正当業務、正当な範囲であれば、うん、違法性が阻却されるって形なんですけど、うん、いわゆるほどほどラインを超えちゃうと、うん、いくらスポーツの世界でも違法になる、うん、じゃあ、はい、僕とタフィーローズが、はい、乱闘した時あるんですけど、はい、あの時なんとかかんとかって言われたんで、で僕でパンって砂かけられたんですよ、はい、で僕が立ち上がって、はお前なんか文句あるんかって言った時にドンって疲れて、はい、で倒されて上に覆いかぶされるようになってきて、殴られそうになったんで腹に足毛入れて結構鮮明に覚えてらっしゃいますね。はい、ってなった時は僕訴えれるんですか。そこはどこまでが想定の範囲内かによりますね。どこも想定の範囲じゃないですよね。例えばボクシングとかで、格闘技とかで、殴り合って怪我をする、また本当に最悪の場合、命を落としてしまうって。でもあれはそれも想定、それも範囲の同意している範囲の中でやるので、 あの中ってっていうのはまた正当行為、また正当業務行為として、うん、いわゆる適法になってまして、ただそれを外れた、もうカーンってリングがな、ゴンが鳴った後、その例えば耳を噛んでちぎってしまったの、マイク・タイソンさんとか、そういう普通の範囲を超えた部分はやっぱり傷害罪という形になり得ていて、こういう野球とかサッカーとか他のスポーツも乱闘の時もほどほどなレベルはいいけど、ほどほどを超えたら、ほどほどってなんですか。まあみんなが静止してるのにとかまたはいきなりバットを使ってバットで行くとか、ちょっとレベルを超えた場合ですかね。でも昔デイビスが東尾さん意外デッドボールで殴りに行ったやつはどうなんですか。いやでもそれもバウンド、それもギリギリのラインかもですね。ギリギリだいぶギリギリ高いですね。そうですね。じゃあほどほどセーフじゃないですか。まあスポーツの世界ではみ出るってあんまりなくて、はい、でも厳密に言うと例えばピッチャーがデッドボールをたまたましちゃったのはいいんですけど、はい、そのあえて当てたろうって感じで頭を狙ったりすると、はい、もちろんそれ怪我したら傷害ですし、はい、または何か再起不能にしてやろうとかの思いがあれば、障害または障害致死とかいろいろなこともあり得ることなんで、うん、でも証明できないですよね。そうです結局内心の問題でじゃあ、はい、ほぼほぼセーフなんですか。まあほぼほぼセーフです。もし仮に、はい、もう乱闘になりました、ボーン骨折しました、はい、で訴えたらどうなるんですか。もし仮にもし、はい、もしボクシングが乱闘になりました、ボーン殴られました、で腕骨折とか指骨折しました、はい、その後2ヶ月試合出れませんでした、
横梅さんちょっと弁護士担当してもらって裁判しましょうって言ったらどうなるんですか。まあ、十分民事上の損害賠償請求はいけると思いますね、はい、刑事でいけるかどうかが、はい、まあ、多分示談等々で不起訴になるかもしれませんが、はい、いわゆる示談せずに徹底的に追及してくれってなれば訴えられる、うん、刑事事件でなる可能性ありますね。じゃあ民事の場合、はい、もし仮に僕が、はい、1億円の選手だった場合、はい、それで骨折になって何もしてないのにいきなり殴られてじゃあ鼻骨折しました、試合1ヶ月出ればせんでした、はい、言ったらいくらいけばいけるんですか。ちゃんと算定してできます。まずそのお怪我をしたことの、はい、その通院 の、はい、いわゆる治療費等々の実費と、はい、あと入院に対することのでその働けなくなってしまった部分の失った部分、はい、さらに後遺症みたいな形になると難休とかのいろいろ基準があるんですけど、なればまたそれに基づいたもの、うん、でその時にはその方の収入といいますか、その方の立場でどれだけ年間、ね、生涯の収入が減ってしまったかで訴えることができますので、うん、里崎さんだったらその相当な結構いけますね、はい、じゃあいけたなあれはだって仕方ないですよね、このホームに突っ込んできて、はい、でクロスプレーでボーン骨折はそれはもう仕方ないんですよ、ね、仕方ないことですね。だから仕方なくないやつですよね。その悪意でやっぱり乱闘でやっぱり殴ることで怪我させるまでの乱闘はあんまりやっぱり正当な範囲を超えてることが多いから、でも その後それがために後遺症って形で医学的にちゃんと判明されれば後遺症外の損害賠償しやすいですけど、そうじゃなくてそれが理由で試合出れなくなっただと結構裁判所になると面白い可能性があって、怪我で出れなくなったのか、その人が本当に能力なくて出れなくなったかが議論になる。でもそのなってから次の日から出れなくなったら、はい、その人がレギュラーで、はい、もう絶対その怪我ですよね。それはなれますけど、うん、じゃあその翌シーズン翌シーズンまで保証されていたかとか、うん、その方が1年契約とか2年契約もう元々切られる予定だったでしょうとか、やっぱり争点はいろいろ出てきますね。普通のサラリーマンの方だといわゆる定年までちゃんと働くこと前提で失われた能力×年数で計算しやすいですけど、いわゆるプロ野球選手っていうのはその点が計算がしづらい方ではありますね。でも可能性はあるんですよ。可能性ありますね。じゃあもうね、視聴している全てのスポーツの皆さん乱闘で怪我した場合は横久米弁護士までご一報ください。乱闘専門弁護士ですスポーツの乱闘の、はい、お任せください。そうなんですよ、まあ、はい、じゃあそしたら相談はした方がいいですね。した方がいいですね、はい、じゃあもし、はい、昔の場合ですね、はい、今はもう多分ないと思うんですけど、昭和の時代だと監督コーチに殴られるパターンもあるじゃないですか、はい、よくねテレビとかあるじゃないですか。それで怪我して試合出れなくなったら損害賠償請求いけるんですか。それもできます。民事的な損害賠償だけではなくて、やっぱり指導も範囲内を超えてしまえばやっぱり暴行傷害になりうるので、うん、昔よりその辺かなり厳しくなっている。最近パワハラ、はい、結構どこでも広がっていってるじゃないですか、はい、スポーツ界のパワハラも訴えれるんですか。訴えられます。コーチとかに、お前そんなやんないと二軍で落とすぞ、言うこと聞かないんだったらお前二軍やわ、パワハラですか。パワハラですね。おあるんじゃないですか、これよく。ただそれをやると今度はやっぱりその場に居づらくなってしまうとかでそのちょっとマイナス面もあるので、やめさせられないんですか。やめさせるのはちょっと難しいかな。それは難しいですか。はい、そのコーチをやめる。コーチをやめさ、その、でもそれは度が過ぎていれば十分やめさせることもできるかもしれないですね。それですごいメンタルをやられてちょっと試合に行くのが嫌になりましたとか、はいはい、イップスになりましたみたいな感じだと、はい、いけるんですか。あります。でもその証拠を抑える必要があって、あ、もうレコーダーですね。レコーダーやっぱりそういうのがないと、はい、ただ言った言わない、やったやらないのことだと証拠が薄いので、はい、いつどういうことをされたかっていうのはやっぱりレコーダー、はい、あともし怪我をしたのがあれば診断書を取るってことですね。恫喝はもう全部お前なんで言うこと言えんねんはどうですか。でもやっぱりスポーツの世界で、あるじゃないですか、ある程度のところまで許容されますね。許容範囲広いねその例えば武道武術の場所で、うん、市内で叩くはダメですけど、うん、床を叩いたりとか、その市内を使って何かいろんな練習をさせるとかで許容されてるケースがあったり、うん、でも今ちょっとそのハードルがだいぶパワハラになるハードルが低くなってきて、みんなパワハラが増えてきたので、うん、みんな気をつけて市内とか持たなくなってますけど、うん、ただ指導方法として弱くなってしまってるっていうマイナス面もありますね、うん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 、
だって最近やばいですもんね、はい、なんかいろいろ。でもそれは時効あるんですか？時効はあります。民事上ですと3年間です。あ、じゃあそれも貯めといて、はい、引退した後行ったら不都合ないですもんね。あ、そうですね、はい。でも3年より前のやつは無理で、3年以内の場所でも不法行為の民事的な請求って形になります、ね、どんどん貯めていっといて、はい、時効切れたやつは消去して、はい、それを常に3年間貯めて、はい、引退した後3年まで振り返って、こんなに暴言吐かれて、すごいやりにくかったですって言って出したらいけんすか？いけますね。それはやばい。スポーツ選手の皆さん、レコーダーを忍ばして練習しましょう。そんで、ね、現役中はちょっとね、はい、さっきも横粂さん言われたように、ちょっと人間関係あるんで面倒くさいですから、うん、クビになった後、いけるみたいです。はい、僕の意見じゃないです。弁護士が言ってます。はい、では、引退後3年以内の方、ご相談お待ちしております。